男性の浴衣の着付けをやりたいと思います。先週までは女性の浴衣の着付けの基本をやりました。今日は男性の浴衣の着付けの基本をやりたいと思います。そうですね、皆さんどうですか？奥様がね、旦那さんに着付けてあげたり、そうですね、彼女が彼氏に浴衣の着付けをしてあげたり、あとそうですね、お孫さんとかね、息子さんとかお孫さんとかに着付けてあげたりっていうシチュエーションが結構あると思うんですよね。なので夏に向けて男性の着付けをやりたいと思います。今日は着付けてあげる方、結んであげる方と自分で結ぶ、男性が自分で結ぶ帯結びと両方やりたいと思いますので、どうぞ一緒にお稽古してください。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日は、まず男性ものの帯の種類について。男性ものの帯の種類は2種類ありまして、角帯とへこ帯があります。で、今日は角帯でやりたいと思います。この角帯がだいたい、そうですね、浴衣だと、浴衣の帯だと角帯が主流ですね。で、今ですね、角帯でもう結んだ形になって、ワンタッチでペリッて剥がして、ペリッて貼り付けるだけのものがあるんですが、やはり自分で結べたらかっこいいですよね。で、奥様がね、旦那さんにとか彼女が彼氏にね、こう結んであげれたらかっこいいですよね。なので今日は、まず自分で結ぶ、男性が自分で結ぶ方法と、あと奥様がとか彼女が彼氏とか旦那様に結んであげる方法と両方お見せしたいと思います。両方勉強したいと思います。はい、それではまず自分で結ぶ方法ですね。これは角帯です。で、だいたい4メートルちょっとあると思いますね。4メートルぐらいは最低でもあると思うんですが、これでやります。で、モデルは、自分で結ぶ方はモデルは私です。ちょうど私のお腹周りが男性と同じぐらいありますので、ちょっとした男性よりお腹周りがありますので、今日は私のお腹周りが、モデルになりますので、よろしくお願いします。もうちょっとね、かなり超えてるお腹周りなんですけれども、ちょうどね、男性用のちょうど男性のお腹周りにぴったりなので、今日は私のお腹周りでやりたいと思います。で、まず私今日おサムエ着てるんですけれども、このように浴衣をこういうふうに着ますよね。そうしましたらば、だいたい皆さんお持ちなのはこういうお紐ですよね。お紐、そしたらお紐をですね、お腹の前にこうちょうど帯が来るところにこう巻きます。前から巻いて、前持ってきて締めます。そして2回から上げて、おいしょ、まあ、このように結んじゃったっていいですし、挟み込んでもいいです。まあ、このようにだいたい結びますね。はい、こんな感じで仕上げてください。このように浴衣を留めてください。そしてその上に、帯を締めます。このお紐の代わりにですね、このように今男性ものの伊達締めのようなものも売ってるんですね。こういうものも売ってます。なのでこういうものを購入して、こういうものを購入してこのようにして締めてもいいです。ただなかなかこれはね持ってる方少ないと思うので、普通のお紐で大丈夫です。そうしましたらば、帯を用意します。手先と垂れ先決めてくださいね。どちらか手先と垂れ先を決めていただきます。このように
手先をまず半分に折ります。そしてどれぐらいかな、これぐらい、一手半ぐらいですかね、一手半ぐらいですかね、一手半ぐらいを、これぐらいの長さですね。よいしょ。もしね、巻きづらかったらこういうものを使ってください。こういうものを使って、でもなかったら別に大丈夫です。はい、で後ろを巻いてきて、ぐるーっと巻いて、一回こうやって一回巻くごとに締めます。ぐるーっと巻いてきて、はい、締めます。男性の場合は3巻きします。女性の場合はいつも2巻きでしょ。男性の場合は3巻きします。はい、巻いてきましたらば、おいしょのしょ、はい、おいしょ、はい、巻いてきましたらば、こちらの長さのを、調節しますね。はい、垂れ先を上に折って一結びします。私だとちょっとほんとこれ3巻きするとギリギリ、一結びグイッって一結びしてください。そしてこのように、垂れ先を下げて一回跳ね上げたら、そこに手先を突っ込みましょう。そしてこれをグイッキュッと結び切ります。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、はい、こんな感じです。そしたらこれを襟の方向ですよ、襟の方向に、おいしょのしょ、おいしょしょって回します。おいしょ、おいしょしょって回します。おいしょのしょって回しますね。はい、回して後ろに回して、お紐がね、下に巻いたお紐が出てないかどうか見てください。こんな感じです、こんな感じ。ちょっとね、後ろが上がって前が下がってるって感じ。こんな感じ、前腹もお腹がこうやって出てる人だったら前腹もこうやって少し下げた方がかっこいいです。前腹も下げた方がかっこいいです。お腹が出てる人だったらこうやって前腹下げた方がかっこいいです。このようにするとすごくかっこよく見えます。こんな感じで着るとかっこよく着れます。はいはい、こんな感じです。私のお腹がちょうど男性のね、ちょっと恰幅のいい方の、お腹周りにぴったりだったので、ちょっといいちょっとモデルになりましたね、今日はね。こんな感じで着ます。はい、じゃあ今度は、ボディに着付けたいと思います。はい、こちらのボディにね着付けたいと思いますのでご覧ください。そうしましたら大体30センチぐらいを持って、ここ止めてもいいし止めなくてもいいです。ただ止めた方がやりやすいかもしれないですね。そしてお腹前腹の方に回して、男性は3巻きですよ、男性は3巻き、はい、男性は3巻きします。おいしょ、一回巻いたらギューって締めてくださいね。ゆるゆるだと大変ですからギューって締めてください。締めてあげてくださいね。はい、そしてもう一巻き、はい、3巻きしてきたらギューってもう一回締めます。はい、そうしましたらばこれを内側に折り込みます。わかります？これこうやって長かったでしょ、長かったものを、長いからこれ内側に折り込みます、内側に折り込みます。はい、だいたいね、同寸ぐらいか、同寸ぐらい、
結ぶところから同寸ぐらいでいいと思います、はい、そしたらタレが上、タレが上ですよ、タレが上、はい、で一結びします。はい、下げてこう一結びするでしょ。でこのまま下げる。そうしたら手が下がってる方に折り上げる、こう。そしてここに、ここに見えます？下げる、下げる、手が下がってる方に折り上げる、折り上げるね。そしたらこの手をここに突っ込む、はい。そしてギュッて締める、ギュッて締める、はい、こんな感じ、こんな感じになりました。はい、こんな感じです。そしてだいたいこの人の真ん中ではなくて少し脇、横にねずれたところにしてあげます。で前はねこのようにね少し前腹の方が下がってる、後ろの方が上がってる、後ろの方が上がってね、前腹の方がこのように下がってる、このように着せてあげてください。こんな感じです。男性の浴衣もですね、ビリビリビリペンって、貼り付けるだけじゃなくてマジックテープになってるやつじゃなくてね、こうやって自分で結べると、結んで差し上げれるとね、奥様とか彼女とかね、あとお孫さんとかね、息子さんに結んであげれると、こういうふうにちょっと粋にね着せて差し上げれるのかななんて思いますね。はい、今日は浴衣の、男性の浴衣の着付けでした。今日は男性の浴衣の着付けと帯結びでした。貝の口ね、一番オーソドックスな貝の口をやってみました。また機会があったらですね、男性の結び方、別の結び方もありますのでね、またやりたいと思います。これが一番簡単なのでね、今日は男性の結び方で貝の口をやりました。はい、自分で結ぶ男性の帯結び、貝の口の帯結びと、あと浴衣の着せ方、浴衣の着方と、結んで差し上げる貝の口ね、男性の帯結び、今日はその勉強をしました。いかがだったでしょうか。どうもありがとうございました。